それではまず最初に発表いただくのは、新居浜東高等学校書道部の皆さんによる書道パフォーマンスです。それでは書道部の皆さんに、ご紹介をしていただきたいと思います。じゃあ部活の紹介をお願いしたいと思います。お願いします。新居浜東高校書道部です。私たちは日々精進をモットーに活動しています。今回は挑戦をテーマにパフォーマンスをします。私たちは無理だと分かったらすぐに諦めてしまうことがありますけれど、信じる気持ちを持って努力をすればその結果は必ず自分に返ってきます。何事にもぶつかって努力し、諦めずその目標に向かって挑戦しようという思いを込めて作品を書きます。私たちが今まで練習してきた成果をどうぞご覧ください。ありがとうございました。それでは早速書道部の皆さんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
はい、書道部の皆さんによる素晴らしいパフォーマンスをご披露いただきました。皆さんありがとうございました。お待たせいたしました。ここからは各校代表の皆さんによるパネルディスカッションに移りたいと思います。このパネルディスカッションは高校生の日頃の活動を通して新居浜市総合文化施設がどのような活用方法があるのか、どのような活用をしていきたいかなど高校生の柔軟な発想を発表していただき、新居浜市総合文化施設の市民参加型共同活動として実現を目指してまいりたいと思っております。テーマは新居浜市総合文化施設の活用について、新居浜市総合文化施設に寄せる夢についてです。ではまず本日ご来賓としてご来場いただきました石川新居浜市長にご挨拶をいただきたいと思います。石川市長よろしくお願いいたします。皆さん改めましてこんにちは。ご紹介いただきました石川でございます。本日はせっかくの土曜日のお休みにもかかわらず、総合文化会館開設のプレイベント高校生フェスティバルにご参加をいただきまして本当にありがとうございます。これからは各高校代表によるパネルディスカッションということでございます。どんどん希望を述べていただいて、ただしできることしかできませんのでそこら辺は踏まえていただいてですね、山野さんの方にどんどん行っていただいたらと思います。去年のですね、5月に日本創生会議というところから人口減少についての課題が提案されました。このまま大都市への若者の集中とかそういうふうなことが続けば2040年には今現在1700ほどある市町村のうち半分は消滅してしまうという非常にショッキングな提言がございました。幸い新居浜市はまだ消滅までは至りませんけれども2040年には9万人を下回るそういう人口になると言われております。そんなことで国においては地方創生本部を設置し戦略を立てておりますので新居浜市においてもなんとか人口減少を食い止めたいと思っております。そのためには皆様方みたいな若者がどうしても新居浜で頑張ってもらわないと新居浜は立ち行かなくなりますので、そんな思いも込めて今日は将来の新居浜に対する希望も込めて大いに発言をしていただいたらと思います。どうか一つよろしくお願いいたします。石川市長ありがとうございました。それでは本日ご参加の皆様をご紹介させていただきます。新居浜市総合文化施設準備室美術担当参与山野様です。よろしくお願いいたします。それではパネリストの方をご紹介させていただきます。新居浜東高校高橋いぶきさんです。新居浜西高校真鍋由紀さんです。お願いします。新居浜南高校河野美奈さんです。お願いします。新居浜工業高校山台敦史さんです。よろしくお願いします。新居浜商業高校長谷川琴子さんです。進行は私ハートネットワークの渡辺と申します。よろしくお願いいたします。それでは私もちょっと座らせていただいて進めさせていただきたいと思います。それではまずは新居浜市総合文化施設の概要について山野さんようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして山野と申します。今日はですね高校生の、皆さん方の質問を受けるという形でこれから話を進めさせていただきますけれども、まず私たちが今この夏に開館に向けて、準備をいたしておりますこの新居浜の総合文化施設、これについて簡単に、概要を述べさせていただきます。お手元に皆さんがこの、パンフレットをお持ちだと思うんですけれども、
お持ちでないですか。また受付でぜひ入手していただきたいんですけれども、その裏に書室の概要ということで、この、施設がどういうプランを持っているかというのをこういうふうに記しております。で建物は2階建てでして、2階にいわゆる一般に美術館と呼ばれる展示室が3つございます。そして1階は、新居浜では もちろん太鼓台がございまして、その太鼓台を紹介するミュージアム、そして新居浜の歴史を紹介するコーナー、そしてこれは後で少し触れたいんですけれども、創作スペースというのがあるんですね。そういうのを設けております。そしてもちろん1階には、ショップ、カフェ、そして皆さんがですねくつろいでいただける大きな、階段状の円形の、休憩コーナーもありますので、それなども、入ってすぐですね、例えば私は今ちょっと新居浜の駅前で単身赴任してるんですけれども、朝夕を見ていますと新居浜の高校に通う特に高校生の方がたくさん、おいられるんですね。その時に例えば朝は無理ですけれども夕方など、電車を待つ時間の合間に、ちょっとこの施設で寄っていただいて、休んでいただくと、こういうスペースも設けております。そして地下には250席のホールですけれども、こちらでは演劇、そして音楽、そしてさまざまなイベント、こういうパネルディスカッションとか、こういうのも開催される設備が揃っております。で私はこうして美術館とかこういうホールとかあるいは工房とか申しましたけれども、この実は施設の一番大きな特徴は名称にも掲げられておりますように総合ということなんですね。ですからある意味でもちろん美術館では美術展を開催しますけれども、そういうものが例えば演劇あるいは音楽と連動したり、こういう本当に新しい試みが、できる施設ができるのかなというふうに思っております。で例えば絵画でもですね、これは1911年に始まれるんですけれども、抽象絵画というのがあります。それまでルネサンス以来の伝統的な再現的な写生的な描写というのがあって、それに反抗するように抽象絵画というのができるんですね。でこれがちょうど1911年なんです。でこの時にこの絵画を描いたのはロシアの画家でカンディンスキーという人なんですけれども、この人は抽象絵画を描くときに当時ちょうど生まれつつあった音楽の、前衛音楽、これはそれまでの音楽が例えば波長調、徒長調とかいわゆる調性の音楽だったんですけれども、それに対抗して無調12音を等しく使う、ですからピアノでいくと八鍵黒鍵12音を、自由に使う、そういう音楽ができる。それとうまく連動してですね、音楽の世界でも新しい表現があるんだから絵画の世界でもということで、ああいう抽象絵画が生まれたんです。ですからある意味でこの施設はそういう音楽と美術の出会いですとか、あるいは演劇との出会い、こういうことが生まれる可能性を持った、非常に期待できる、これは私も申し上げてるんですけれども、本当に日本でといいますか世界でも初めてのこういう総合的な施設ですので、皆さんもぜひ期待しておいていただきたいと思います。それともう1点いいですか。それと朝からですね、ちょうど書道のパフォーマンスがありましたり、あるいはロボットとかありましたけれども、書道でもですね、あれ単に音楽がなかったらあまり面白くないんですよね。音楽のリズムに合わせてああいう書道のパフォーマンスが行えるということと、あとは芸術と科学ということなんですね。でこれは非常に面白くて、例えば皆さんルネサンスの時代にレオナルド・ダ・ヴィンチで、これは今、高校の教科書、高校で使われている教科書をお持ちしたんですけれども、ここでもその当然のことながらレオナルド・ダ・ヴィンチが紹介されておりまして、このモナリザで有名ですよね。それとこういう最後の晩餐とかという絵があります。でそれとともにレオナルドは何をやったかといいますと、ここに
ヘリコプターが紹介されてるんですね。でこれはイタリアにもですね、ちょうどレオナルド・ダ・ヴィンチ科学技術博物館というのがあります。でちょうどルネサンスの時代というのは、レオナルドに代表されるように、一方でこういう、精密なそういう絵を描きながら、一方でそれが科学と結びついているということをレオナルドは体験しようとしたんですね。ですからこういうふうにヘリコプター、まあ、あるいはあとダムの建設なんかも、まあ、これは成功したとは言えませんけれども、こういう非常に野心的な試みをいくつもしております。まあ、ですからある意味でこういう芸術の原点といいますか、こういう美術と、まあ、本当にジャンルの違うさまざまな分野が出会う、まあ、そういう施設が、まあ、私たちの、まあ、新居浜の総合文化施設であるということを、まず皆さんに本当に知っていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございました。今概要をお聞きして、今ちょっとね笑顔も見えましたけれども、あ、こんなことで使えるんだなっていうちょっと発想も膨らんできたと思いますが、ここでですねパネリストの皆さんにテーマに沿ったご意見を順番にまずは発表していただきたいと思います。それではまず新居浜東高校の高橋さんからお願いします。新居浜東高校の高橋いぶきです。私の新居浜市総合文化施設に寄せる私の夢っていうのは、新居浜東高校高等学校によるフェスティバル、略してニトフェスというものをやりたいと思ってます。私が考えたニトフェスというものは、東高校の部活による発表、演劇部やコーラス部、書道部、吹奏楽部などの発表、そして東高校の生徒による発表、ダンスや歌などの特技発表、新居浜東高等学校によるボランティア活動、募金活動や周辺清掃などをしたいと思っています。あと野外ステージ周辺を利用した飲食物やフリーマーケットの出店などもしたいと考えております。これらを実行して新居浜を元気にできるフェスティバルを作りたいと思っています。そしてあともう一つプラスで、やりたいことがあって、私はこの東高校の演劇部に所属しています。11時からあった劇を見た人は分かるかもしれませんが、孫いちゃんという役をしていました。今現在部員は14人で、あまりそのホールを使った劇というのはあまりしないんですけど、こういうホールができたりするので、もしよかったら東高校の演劇部を呼んでほしいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。終わりです。ありがとうございました。続いては新居浜西高校の伊藤さん、すいません、真鍋さん、お願いいたします。私は新居浜市総合文化施設の活用について2つのことを提案します。1つ目は市民の体験型イベントです。市民同士で得意なことや趣味を教え合い、交流を深めようというものです。例えば高校生が中心となり、子どもたちに書道や華道、茶道を教えることで日本の伝統文化を引き継いでいくことができます。そうすることで市民もよりイベントに参加しやすくなります。また企業との交流として新居浜のオリジナル商品を作っていくといいと思います。例えば新居浜市のゆるキャラ新居浜まつりをデザインしたお菓子を高校生が作り、実際に販売していきます。みんなで作り上げたものを新居浜市内だけでなく全国に発信することで、全国の人に新居浜市を知ってもらうことができます。この体験型イベントを通して世代を超えた交流ができ、より魅力的な街になっていくのではないかと考えます。2つ目は
新居浜クイズを提案します。さて、ここで問題です。新居浜市にゆかりのある伝統的な遊びは何でしょう。1、けん玉。2、お手玉。3、ビー玉。正解は2のお手玉です。日本のお手玉の会の本部が新居浜市にあります。新居浜は平成4年からお手玉の普及に力を入れています。このようにクイズの内容は新居浜太鼓祭りや別紙銅山の歴史などについてなど新居浜に関わるものです。幼児や小学生の学習の場にもなり、遠足などでも活用できます。また市民観光客ともに利用してもらうことができます。この2つの活動に取り組むことで文化施設に人が集まると思います。世代に関係なく交流し、市民同士の結びつきはより強くなり、活気あふれる街になると思います。以上で終わります。ありがとうございました。続いて新居浜南高校、河野さん、お願いします。はい、まず、文化財の、どのようにして活用するかの前に、まず私たちの部活の内容についてご説明します。まず私たちはユネスコ部という名前です。もともとは情報科学部といって、最初はロボットなどを作っていました。しかし16年前に先輩たちがいろいろな地域について学習する中で別紙銅山というものに興味を持ち、調べていたことから今現在このような活動になっています。でまた2011年にはユネスコスクールというものに認定され、名前をユネスコ部という名前にしました。そしてそのユネスコ部の活動は主に、別紙銅山で当時働いていた方に聞き取り調査をし、その聞いたことを一般の方を対象とした学習講座をしています。また一般の方を対象としたツアー、また小さい子向けの小中学校の別紙銅山の学習の発表の講師もさせていただいています。でこの私たちの活動をその文化財の、記念ホールの方でそういう別紙銅山について発表したり、また自分の住んでいる地域について学んでもらえるような施設にしてほしいなと思います。でまた今日のような書道や演劇、このような発表をあとその文化財でしてほしいなと思っています。以上で終わります。はい、ありがとうございました。続いては新居浜工業高校、山田さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。この発表にあたって施設の使い方について考えてみたのですが、施設の大まかなイメージしか分からなくて、具体的な企画というものは思いつけませんでした。ただこの施設を作るにあたって、この施設を使っていくにあたって、どんな目的でこういう施設を活用してほしいかなっていうのを山野さんにお伝えしたいと思います。私はこの施設を地域愛を育む場として活用してほしいと考えています。まあ、先ほどの市長の話にもあったように、新居浜市は年々人口が減少しています。でその足止めとなるように、若い学生を対象に新居浜を好きになってもらうために、地域の文化に重点を置いた施設にしてほしいです。先山野さんは、楽屋で、まあ、世界的な芸術だったり、音楽、まあ、そういった文化っていうものを、まあ、幅広いところで、展示したいということをおっしゃっていたのですが、私はその地域というものにももう少し目を向けて、地域の文化について市民に、またその他の地方、日本は広くても愛媛だったり西条、東温だったり愛媛県内でもいろんな人に新居浜の文化を知ってもらうための施設にもしてもらいたいと考えています。施設の中には太鼓台ミュージアムなど地域文化を常時展示するところがあるようなのですが、それに加えて新居浜の文化や、歴史、芸術のある一点に絞った展示会というものを定期的に、あるいは
特別展示会という形でやってほしいなと思います。そういった展示会などを通して地域文化を発信する、若者たちに発信し、そして新居浜を好きになってもらって、新居浜自体がまたこれから何十年何百年続くような、そのための施設になってほしいなと思います。終わります。ありがとうございました。それでは新居浜商業高校長谷川さん、お願いします。よろしくお願いします。まず最初にこのパネルディスカッションが始まる前に山野さんから美術について少しお話を聞かせていただいたんですけど、やっぱりそういう話を聞いてその美術の素晴らしさに気づかされましたし関心を持ちました。やっぱりそういう中で感じたのがやっぱりきっかけ作りだと思います。やっぱり今のちょっと幅が広くなるんですけど、今の日本はどんどん情報化が活発してきて、なんか自分の手で何かを作ったり書いたりすることが減ってきたと思います。やっぱりそういう中でその素晴らしさを体験してもらうことが大切だと思いました。で、例えばたくさんの人に見てもらうためにアニメ関係やそのホールなどを利用したカラオケ大会など楽しいイベントを取り入れる上で美術品に触れ合ってもらうことがいいのではないかなと思います。一つだけだと限られた範囲の人しか集まらないと思うので、新しいことを多目的に施設を利用できることが理想だと感じています。そして施設の中がどうなっているのか、どういう構造になっているのかをまず市民の人に知ってもらうために、広告や宣伝で積極的にアピールすることがいいと思います。そうすれば部屋の大きさとかシステムを知っていただき、こういうことに使ってみたいとかああいうことに使ってみたいという人が出てきて、アイデアがたくさん生まれてだんだん良くなっていくと思います。以上です。はい、ありがとうございました。山野さん、皆さんの意見良かったですね。いや、そうですね、本当に幅広くて。そうですね、幅広いご意見をいただきました。はい、ではちょっと早速なんですけれども、今皆さんのお話をお聞きしてですね、ちょっと私の方から少しちょっとご質問を皆さんにさせていただきたいと思います。まずはじゃあ東高校の高橋さん、ニトフェスト、書いてくださいましたが、東高校のフェスティバルということで、ニトフェスを実施したいと、すごくぜひ実施していただきたいなと思ったんですけれども、その中でちょっと私がちょっといいなと思ったのがですね、ホールの中を使うだけではなくて、なんていうの、周辺の清掃ボランティア活動で、あと飲食物も販売していきたいというお話があったんですけれども、この清掃活動についてなど何かちょっと具体的に考えていることがありましたら教えてください。その周辺をまずの周辺のゴミをまずちゃんときれいにした後、自分たちのその屋台みたいなのを作って、その屋台とかそのフェスティバルをやった後もちゃんと片付けをするという、そんな感じでです。なるほど。じゃあもう使うだけではなくて、その周辺の清掃とかそういったことにも力を入れていきたいということのご提案をいただいたんですよね。はい、そうです。ぜひお願いしたいところではありますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いては、西高校の真鍋さんにちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。大きく分けて2つご提案をね、いただいたんですけれども、やっぱりこの市民が参加型、やはり出て使うだけではなくて、ぜひこう参加型の、体験型ですよね、そういったイベントをしてほしいというお話をいただいたんですけれども、その中で何かやはり特徴をつかんで、祭りの何かお菓子を作ったりとか、全国にこう新居浜を発信していきたいと、
そういったお話をいただいたんですけれども、まずこの新居浜を全国に発信する上で、何をまず真鍋さんだったら発信していきたいですか？新居浜って言ったらやっぱりみんな思いつくのは新居浜太鼓祭りとか、あと社会の勉強とかでも出てくるんですけど、米子銅山の歴史とか、その辺を知ってもらうことで新居浜の良さももっと分かってもらえると思うし、で魅力も感じてもらえると思うので、その辺を発信していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。あと新居浜クイズではお手玉を、クイズとして出していただいたんですけれども、この新居浜でこのお手玉の会がこう、ね、全国の発祥の地という形でなってますけれども、真鍋さんご存知でしたか？正直最近まで知らなくて、知ったのは本当にこれをやるためにあの新居浜市について調べ始めた時で、で周りの友達にも聞いてみたんですけど、知ってる子が少なかったので、これも発信していきたいなと思って、このようにクイズ出させていただきました。ありがとうございます。そうですよね、なかなか昔のねこういった遊びがね継承できていないっていうところもあるかと思いますので、ぜひこういったのも、継承していけるような形で発信できたらと思います。続いては南高校の河野さんにちょっとお聞きしたいと思います。河野さんはやっぱりこのユネスコ部で別子銅山についてはかなりスペシャリストではないかと思うんですけれども、まず河野さん自身この別子銅山については子どもの頃からよくご存知でしたか？はい、小さい頃に別子銅山の山に登って、まだそういうあの近代化産業遺産が残されていて、まだその近代化産業遺産についてもっと知りたいなと思ってこのユネスコ部に入りました。やっぱりこの地域について発表の場をね作ってほしいということだったんですけれども、やっぱりこの新居浜の人はまだまだ自分の地域のことをまだ分かってないなっていうところを思ってますか？はい、まだあの他の県の方の方がまだ興味があり、やっぱり地元の方はあまりそういうものにはあまりちょっと興味がちょっとはあまりないかなというか、まあ薄い感じがします。なるほど、じゃあ河野さんの方ではなかなか新居浜市民の方が、まあ、別子銅山だったり地域のことをもっと知ってほしいなということをあの提案して、まあ、文化施設を使ってぜひやっていきたいとご提案をいただいたんですね。ありがとうございます。では次、工業高校の山台さんお聞きしたいと思います。山台さんもねさっきあの地域をどんどんという形で、まあ、地域をあの育む場として活用してほしいということであのお話をいただいたんですけれども、やはりあの新居浜の文化や歴史をこう展示もしてほしいということだったんですけれども、山台さんの思う新居浜のイメージってどんなことでしょうか？イメージ、じゃあ新居浜の地域を皆さんにこう勉強していっていただきたいということなんですが、こう地域で新居浜はここがすごいよとか、こんなことを活用していきたいなとかっていうものってありますか？活用、じゃなんか新居浜の山台さんがもしお友達にですね、新居浜はこんなとこだよってこう話をされるのであれば、どういったご紹介をしていただけますでしょうか？他県や、他市の、仲間に新居浜について聞かれたときに、多分一つ目に出るのが別子銅山なんですよ。まあ、工業高校っていうこともあって、まあ、別子銅山、まあ、鉱山、住友鉱山についてはよく勉強というかいろいろ調べたり、課題研究、卒業研究などで制作するときにもその住友鉱山というのは結構重要視されていて、そういった中で新居浜って言ったら僕の中では金属鉱山 でそういった工業的な文化っていうのも、新居浜は結構工業的な地域だと思うので、そういった工業的な文化というものを、まあ、他市や他県に推す、まあ、そういったものもこの施設に展示してほしいなっていうのがあります。そうですね、なかなか新居浜市もすごくものづくり企業としてはすごい技術を持った企業さんもたくさんあると思うので、まあ、やはりそういうものにつながっていくということですね。ありがとうございました。
では、長谷川さんにお聞きしたいと思います。長谷川さんもね、やっぱりあの山野さんへの話で美術に興味を持ってということですごくあの嬉しいなと思ったところはあるんですが、はい、一つちょっと私がぜひお聞きしたかったのがですね、はい、あのどんどんアピールをしてほしいと、はい、まあ、広告とか宣伝もしてほしいというお話だったんですが、長谷川さんが普段もしこうあの広告とかをする中でこれをしていただいたら見るなとか、高校生だったらこういったものにあの興味があるなとかっていう何か宣伝方法とか何かあったら教えてもらえますか？あまり普段そういうことは考えてないんですけど、もし自分だったら何かあの身近にその新居浜のホームページいやその新居浜市の雑誌だったら身近にあるもので見れると思うので、そういったあのすぐ 目に届くような場所で広告とかで宣伝したらいいと思います。なるほど、身近なことを使って宣伝していったらいいということですね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ山野さん何か一言あればお願いします。まあ、たくさんのいろいろ意見を出していただきましたけれども、ちょっとですね、山内さんの発言にちょっと誤解があったんですけれども、なんか美術館ができるとこう世界中からどんどん作品を持ってきてそれを見せるって、まあ、そうじゃなくてそれはもっと先の話で、まずは皆さんがおっしゃったようにキーワードは発信だと思うんですよね。ちょっと今ホームページも遅れておりますけれども、やっぱり皆さんに最初はこの新居浜というものをこう世界に向けて、まあ、日本に向けて世界に向けて発信する、まあ、そういう核となるようなこう施設に学ればなというふうに思ってるんですね。まあ、ですからそういうことによって皆さんがこの新居浜に対しての郷土愛を持ち、また一般の方もこう改めてこう新居浜に対してこう愛着を持っていただくという、まあ、そういう一つの場にしたいと。でちょうど駅前にあるのもいいんですよね。他からむしろ東京とかですね、京都大阪からどんどん来てほしいんです。そしてまず私たちの施設に立ち寄っていただいて、まあ、ヨーロッパにあるようにそこが観光の、まあ、ある意味でご紹介の拠点ですよね。まあ、そういうものになって新居浜以外の方にもこの新居浜を知っていただくと、まあ、その一つの核になってほしいなと思います。でこの施設があってそろそろ40年の歴史、これはもう本当にね、日本だけじゃなくて世界的に見てももう新居浜の本当に先輩方がもうこの施設を作りたいという思いで40年かけて来られたんですから、まあ、私たちも非常に責任が重いんですけれども、まあ、なんとか皆さん方のもう本当の新居浜にこうまず根付く愛着を持っていただく施設になるように、まあ、私たちも努力いたしますので、まあ、今後どうぞご期待いただきたいと思います。はい、そうですね。では皆さんの方でですね、ちょっと私もちょっと質問させていただいたんですが、ぜひ皆さん同士でですね、真鍋さんのここをちょっと聞きたかったとか、長谷川さんのここにちょっと興味があったとかっていうことがあれば、高校生同士でですね、ぜひ質問とかご意見を活発に出していただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか？そうですね、じゃあまず高橋さん、いかがですか？他の高校の方の発表をお聞きになって。はい、私はこの4つの高校の意見を聞いたんですけど、まず西高のそのお手玉の、その新居浜のお手玉の話は初めて聞いて、あ、すごいなと思いました。そうですね、何か質問とか逆に私だったらこうするのにとか、これはこうなんですかとか何か聞きたいことがあれば。ありました。やっぱりこうお手玉とかすごく気になったっていうことですよね、知らなかったっていうことで。はい、じゃあ次隣の長谷川さんももしよかったらこのね、逆に高橋さんのニトフェスとかこれ良かったなとか何か意見があったり聞きたいことがあったら。高橋さんのようにそのニトフェスというようなその大きなテーマを
もとにそういう活発になるような対策は想像もつかなかったので、そのようなそのニトフェスみたいに大きなそのテーマを掲げてやってみたらいいんじゃないかなと思います。高橋さんどうですか？このニトフェスっていうのはその、まあ、高校生がそういうふうにあのフェスティバルをすることでその地域のそういうものに興味をあまりない人でも来てもらえるようなそのフェスティバルにしたいと思っていて、東高校は本当にみんな活発な人たちばっかりで多分楽しいフェスティバルになると思うんで、開けたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ではちょっと河野さんはね、今日もあのユネスコ部として発表いただいたんですけど、皆さんの意見聞いて何かちょっと聞いてみたいこととか なかったですか？はい、あの私も東高のニトフェスはすごくあの想像もつかずすごいなと思いました。またあの新居浜西高さんや工業さんとは別紙銅山ということが関連づいて地域についてそういう発表する場というので共感を持ちました。でまた聞きたいんですけど、あの別紙銅山の学習はそういうあの学校とかでは少しはやってるんですか？あ、すいません、真鍋さんお願いできますか？いや、高校ではやってないんですけど、中学校か小学校の時にその別紙銅山の近くにある記念館に見学に行かせてもらって、その時に少し勉強はしました。じゃあ山田さんも。さっきの南高さんの、はい、河野さんのご質問をお願いします。そうですね、高校では、まあ、先ほども言ったように工業高校なので、まあ、そういった文化というのを知るというところは、まあ、授業の他でやるんですけど、まあ、西高さんと同じような小学校中学校で地域の歴史文化という形で、まあ、勉強はしました。はい、じゃあ山田さん、あの他の方の発表を聞いて何か質問とかありますか？質問は、特にはないのですが、東高さんの、その自分らの学校の、文化祭というかフェスに、こういった施設を使うというのは非常にいい意見だなっていうのは感じました。また総合施設で、まあ、施設をよく見てみるといろんなブースがあって、そういう発表フェスにもそういったいろんな、まあ、先ほどの発表にもありましたけど、いろんな部活だったりという発表がある中で、そういった多くの施設、多くの種類の施設を、まあ、有効活用できるいい案だなっていうのは感じました。はい、ありがとうございます。で真鍋さん、あの皆さんの意見を聞いてどうでしたか？と私もあの東高さんのニトフェスいいなと思って、で東高だけじゃなくてその新居浜市内の高校もうそれやってみたら、それぞれの高校の特色とか出て面白いんじゃないかなと思いました。そうですね、やはりあの各校単独っていうのもすごく素晴らしいとは思うんですけれども、まあ、あのせっかくなので皆さんと一緒にっていうのもいいかもしれませんね。でせっかくなのであの皆さんからね、あのいろんないいご意見をいただいたので、もしよろしかったら会場にあの来ていただいている皆さんにもですね、ぜひあのこの各校代表の皆さんに対して何か、あ、さっきの意見でここが知りたいなとか、こういったこともっとこうしたらどうですかとか、何かご意見があったらぜひあのお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか？ね、各校皆さんの代表の方が発表していただいたんですけれども、もう素晴らしい意見を皆さんいろいろおっしゃっていただきました。その中でも、いや私だったらこうもっと使いますよとか、今の西高さんの発言のこれは良かったなとか、何かご意見があったらぜひいただきたいと思いますが、いかがですか？
じゃあせっかくなので、あの前に座っていただいている女性の4名の方、ちょっとお話をお聞きしていいですか。ね、皆さんと同じ高校生の方がね、今発表していただいたんですが、逆にちょっとこもっとここ聞いてみたいなとかっていうことはありましたか。私は東高なんですけど、その高橋さんの意見はすごく良かったと思うんですけど、その中でもその今回みたいに他の高校と合同でっていうのもやってほしいなって思いました。はい、ありがとうございます。まあ、東高さんだけではなくて、あの同じ、ね、新居浜市内の学校同士協力しながらやっていきたいというご意見もいただきましたね。はい、ありがとうございます。それでは長谷川さんも何か、もし皆さんの意見で何かあったらもう一度お願いできますか。はい、同じ皆さんの意見聞いて何か思うことがありましたらお願いします。はい、皆さんの意見を聞いてちょっと思いついたのがあるんですけど、そのフリーマーケットとかその場所を利用して、で誰かが言ったんだと思うんですけど、それまでの過程ってどうやって人を集めるのかなと思って、それがちょっと気になりました。はい。フリーマーケットをやりたいって言ったんですけど、フリーマーケット、まあ、東高のフェスティバルってことで、ニートフェスって一番最初言ったんですけど、その意見が出たように、その高校生によるフェスティバルっていうのもいいなと思って、そのフリーマーケット その売り出すものは、いらなくなったものとか使わなかったものを高校生とかあと地域の方から集めてそれを売るというものです。はい。よろしいでしょうか。ありがとうございます。皆さんからはね、いろいろな意見交換も、していただいたかと思いますが、最後に山野さん、ちょっと皆さんから意見を聞いての感想を最後にお願いしたいと思います。そうですね、ちょうど総合文化施設はね、前にも芝生の広場が広がっているので、そこで例えばマーケットとかですね、そういうのもちょっと食べ物を館内に持ち込むというのは施設の都合でちょっと難しいんですけれども、例えば前の広場にテントを立ててやるということなんかは本当に可能だと思いますよね。それとやっぱり高校生の今の気持ちっていうのは非常に大切で、これ私もよく笑われるんですけれども、ちょっと今日お持ちしたんですけれども、いまだに高校時代に使ってた美術の教科書は捨てられないんですね。で妻にはこれ棺桶に入れてくれって言って笑われてるんですけれども、まあ、ですから今皆さんが持ってる高校時代のその気持ちっていうのは本当に大切で、これを大切に将来ですね持ち続けていただければ、まあ、この総合文化施設にも多分この機会を生かしていただいてつながる何かができるんじゃないかなという期待も私たちは持っておりますので、まあ、いろんなアイデアを出していただいて、まあ、本当にいろいろ会場がね、まあ、限られてはいるんですけれども、まあ、いろんな高校生の方々か一般の方々で予約でもう私たちは困るほどどうしようかという日程調整に困るぐらいですね、いろんなアイデアを持ち込んでいただければすごくありがたいと思っております。はい、ありがとうございました。今日皆さんのご意見を聞きますと、もう皆さん自身やはり地域のことを大切に思っているなっていうのをすごく感じたんですね。なのでやはりこの地元新居浜、まあ、地域を愛するがゆえに、それをこう世界に広めようということで何かを作るもよし、そしてそれを勉強するもよしということで、高校生の皆さんがぜひ、その文化施設を使って世界に発信していっていただければと思っております。本日皆さんからいただいたご意見は今後の文化施設の運営、そしてオープニング授業でも実現できるように、私どもも取り組んでまいりたいと思います。
開館後は皆さんから親しまれ、そして利用していただける施設になるように運営させていただきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。本日は皆さんありがとうございました。山野さん、パネリストの皆さんありがとうございました。続いては新居浜東高校吹奏楽部の皆さんによる演奏をお聞きしていただきたいと思います。ここで東高吹奏楽部の、紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。新居浜東高校吹奏楽部です。私たちは奏でるものは音という名の心なりをモットーに、聴く人の心に響く音楽を目指し日々活動しています。今回は皆さんの前で演奏する機会をいただき、とても嬉しく思っています。短い時間ではありますが、皆さんに音楽の楽しさをお伝えできるよう精一杯演奏します。どうぞお楽しみください。はい、ありがとうございました。それでは吹奏楽部の皆さんによる演奏をお願いしたいと思います。曲目はですね、皆さんが紹介していただけるということなので、どんな曲が聴けるかは皆さんぜひお楽しみになってお待ちください。それでは準備の方お願いいたします。木管の美しいハーモニーです。すいません。木管
間の美しいハーモニーに注目して聴いてください。Thank you.
可愛くてキラキラした曲でしたね。ところで恋する女の子といえばバレンタイン。皆さんもこの曲のようにチョコレートとともに甘い愛を届けられますように。それではいよいよ最後の曲となってしまいました。最後の曲は銀河鉄道999です。私たちのキレキレの振りにもご注目ください。最後のプログラムとなります。新居浜東高校、西高校、工業高校、商業高校の吹奏楽部の皆さんによる4校による合同演奏です。皆さんよろしくお願いいたします。ただいまから新居浜市内4高校合同吹奏楽の演奏を始めます。私たちは各校での個人練習に加え、本日のリハーサルを含め3回の合同練習を西高で行いました。自己紹介から始まり、お互いに緊張しましたが、練習を重ねるたびに打ち解け、曲の仕上がりも良くなってきました。今では交流も深まり、いろいろな情報交換もしています。練習を始めて1ヶ月ちょっとですが、今日はその練習の成果を発揮できるように頑張って演奏します。これから3曲演奏します。1曲目に演奏する曲は昨年大ヒットした妖怪ウォッチより妖怪ウォッチコレクションです。この曲はゲラゲラポーの歌と妖怪体操第1の2つからできています。ご存知の方も多いと思いますが、
ゲラゲラポーの歌はアニメ妖怪ウォッチのオープニング曲です。現在アニメ妖怪ウォッチは第5クール目に入っていますが、妖怪体操第1はその第1クール目のエンディングに使用された曲です。今ではたくさんの人にその体操が浸透しています。アニメの楽しさが伝わるように若さあふれる演奏をお届けします。今回の合同演奏を指導指揮してくださるのは新居浜西高校吹奏楽部顧問の一色良一先生です。合奏中は面白い話を交え、周囲和やかな雰囲気で楽しく練習できました。またフルートには新居浜東高校阿部ゆかり先生、トランペットには本校の野本圭吾先生にも入っていただきます。それでは皆さんごゆっくりお楽しみください。一色先生お願いします。
曲目は昨年大ヒットした映画アナと雪の女王の主題歌レッドイットゴーです。映画を見られた方もこの中にいると思います。ストーリーを簡単にお話しします。主人公のアナにはエルサというお姉さんがいます。エルサは氷を操る強大な力を持っていて、人に危害を加える可能性があったので親以外には知られてはいけませんでした。もちろん妹のアナにも知られてはいけません。しかしアナを心配したエルサは思わず氷の魔法を大勢の人の前で使ってしまいました。魔法はもはや自分の意思で抑えることができないほどになっていました。エルサは王国からは逃げ出さないといけなくなりましたが、幼少期以来ずっと抑えられてきたことから解放され、何にも恐れずに魔法が使えることを喜びました。そのシーンでこの曲が流れます。有名になったそのフレーズが、ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるのというものです。そのようなシーンですので、ぜひ想像しながらお聴きください。Thank you.
後に演奏するのは吹奏楽を代表する名曲、ホルスト作曲の吹奏楽のための第1組曲より1楽章シャコンヌと3楽章マーチです。この曲はジュピターの作曲者としても知られるイギリス出身のホルストによって100年以上前に作られた歴史のある曲です。失礼しました。第1組曲では同じメロディーが何度も繰り返されます。いろいろな楽器が奏でるメロディーに注目してみてください。今回この名曲を4校合同で演奏披露できることに喜びを感じて一生懸命演奏したいと思います。それでは2曲続けてお聴きください。Thank you.
盛大なアンコールにお答えして妖怪ウォッチもう一回いきます。あの子供たち踊ってくれると嬉しいんですけど、どうですか？前は広いですよ。4校合同による素晴らしい演奏をお聴きいただきました。皆さん最後に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。高校生フェスティバル2015、これで全てのプログラムを終了とさせていただきます。本日ご出演をいただきました高校生の皆さん、各学校の先生方、そしてボランティアとして参加してくれましたスタッフの皆様、本当にありがとうございました。この高校生フェスティバルは、未来を担う高校生による文化活動の発表の場として、継続的に行ってまいりたいと思います。本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お帰りの際はお気をつけてお帰りくださいませ。皆さんありがとうございました。